北見玄関の焼肉祭り北見玄関の焼肉祭りは北海道北見市において毎年2月上旬に行われる焼肉のイベント。北海道の各民放や新聞社、北海道開発局、北見市などはいずれも北見玄関の焼肉祭りの表記を使用しているが唯一読売テレビ制作のバラエティ番組秘密の県民賞では北見国間の焼肉祭りと表記された。 これは明らかな誤記であるが、なぜ読売テレビがこの表記にしたのかは不明である。北見市は支店や出張所が多く転勤族の支店長たちが集まる会、ボランチ会という組織がある。その発案で、北見は寒さが厳しいと、北見は焼肉が安くて新鮮で美味しい。この二つを活用して北見市を対外的に PR することができないかと考えた。 それに賛同した、地元有志と共に2000年のウルード市である2月29日に、北見玄関の焼肉祭りを開催し、大盛況のうち終了した。当初は1回限りのお祭り開催予定となっていたが、北見市民からの反響が大きく、現在では、ボランチ会、北見青年会議所、地元企業など100名以上のボランティアスタッフが、お祭りの準備、設営、撤収作業などを行い、 2月初旬に開催している平成29年2月3日現在では、第18回目の開催となり気温はマイナス11度と、焼肉のタレがシャーベット状態になり、焼酎のお湯割りや熱燗はすぐに、水割りや冷酒になるなど、厳しい寒さの中、400台の七輪1 7 0 0人が、囲みお祭りを楽しんだ。入場券は1枚2000円で、下がり、トンケンロースホルモン玉ねぎが、 各 100g、タレ皿、割り箸、塩コショウがセットになっており、割り箸等提供は多く、割り箸は、おほうつく森林産業振興協会焼肉のタレは、すべて提供品で、上北農産加工農業協同組合、ベル食品、JA 北未来より、合計600本。ポッカレモンや焼酎お湯割り用の割り剤、ポッカ札幌北海道の提供品に、 中選海洋景品もあり、札幌ビールからも提供品がある。他にも、北見地区養豚団地協議会や、北見地区肉ぶり協議会のお肉提供や、北見市農業振興会議丹の自治区部会からは、豚汁の提供もある。会場内には、様々な出店があり、現在は焼肉のみならず、北見領友会の鹿肉ブースをはじめ鉄板焼きや、玄関ラーメン。 ソフトクリームの販売などいろいろと楽しめる北見玄関の焼肉祭り実行委員会が主催となり北見観光協会を窓口として北見冬祭りの前日に開催されている。なお公園には北見市と北見商工会議所。北見市は人口一人当たりの焼肉店の数が北海道で一番高い焼肉の町であり約2000人規模の玄関焼肉祭りも 北見の名物として知られる。このイベントのためにわざわざ同外、または海外から訪れる観光客もいるという。焼けた肉が氷点下10度の気温ですぐに凍ってしまうため素早く口に入れなければならないという。2004年に BSE 問題で牛肉、牛肉製品の輸入が停止された際には本来使うはずの牛肉に代わって豚肉が使用されたこともあった。 2017年は全国初の試みで地元のスナックの協力で玄関のスナックが出展。同年には初の試みで同心プレイガイドによるウェブ販売も実施しチケットは200枚増販されたが即完売となった。また同年には北見市の焼肉を PR する目的で結成された北見焼肉アイドルミーというもライブ出演した。近年では 多数のテレビ局も中継や収録に取り扱われているイベントになった。札幌ビールでは北海道冬の祭り館として札幌製ビール黒ラベルと札幌クラシックで玄関の焼肉祭りも取り上げられ2018年1月23日より北海道限定で販売される。2018年は入場券を1900枚、七里に450台と増やし、 平成30年2月2日に開催。TBS 情報7デイズニュースキャスターでは、翌日の2月3日に3分ほど放送され、さらに全国区のお祭りとなった。平成31年2月1日に20回目を迎えた玄関の焼肉祭りが開催。入場券は限定2000枚で1月中旬に完売。 開催時間も30分に延長し17時から20時までの3時間とし、七輪700台が会場を埋め尽くし氷点下10度の中周量。SNS をバズらせよう企画、玄関焼肉などを実施し世界へ発信。また、NHK、渋5時などで中継され、全国へ放映された。今回は焼肉で有名な三十県松阪市や長野県飯田市の人たちも来場。 規模も拡大すると同時に全国的に注目されている。2020年2月7日に第21回を開催。前回より100枚以上の入場券は2019年11月29日から販売を開始し、年内に完売。当日は玄関の中、姉妹都市の高知市、成長よさこいなる子踊り普及振公会によるよさこいの披露や歌の点数を競う。 北見玄関のカラオケ選手権などを開催。また、土産コワイド179の中継や、SNS 企画でお祭りを世界へ発信をしている。ありがとうございます。